トヨタ自動車所属の西山雄介です。今回三重県初のマラソンが松阪市で開催されるということで、この三重松阪マラソン2022年、自分も本当に楽しみです。参加される皆様は、楽しんで走ってください。応援しています。